はい、皆さん、こんにちは、えー。山形県鶴岡市議会議員の草島伸一です、えー。会派は市民の声鶴岡。で、緑の政治を志しております。えー、本日、えー、鶴岡市議会では、えー、本会議が行われました。9月議会の最終日であります。えー、今回の9月議会の最終日、えー、最後に、えー、これまでの百条委員会というのが開かれてたんですけども、えー、その百条委員会の えーまあ、中間報告、そのの、まあ、結論というのが述べられました、まあ、この,この、まあ、中間報告この百条委員会、1年8ヶ月行われてるんですけども、えーまあ、ざっくりお話しすると、私はこの百条委員会の委員長に対して、5回、不信任決議案を提出しております。 まああのうん、なまあ、いろいろあるんですが、えー、今日、そこでその、えー、結論が、えー、発表されたんですけれども、ちょっとあまりにもひどい結論なんで、えー、私たち市民の声、鶴岡、遠藤初子議員と、えー、私、鶴岡、えー、私、草島真一で声明を、えー、先ほど発表しまして、報道機関にお送りしました。えー、それを皆さんに、 分かち合いたいいいたと思まますす読み上げます鶴岡市百条委員会中間報告についての声明本日9月28日、鶴岡市議会本会議で発表された百条委員会の報告書について、委員長が取りまとめ作成した結論は、6対5の委員構成の多数派のみの意見を採用した、大変不当でかつ重大な欠陥を持つ結論である。私たちは断じてこの不当な結論を認めない。 先日の委員会の報告の決定において、100万円の不記載の見出しの報道がなされたが、この件は2年前の市長による収支報告書の2度にわたる訂正と、2回の議員全員協議会での市長の説明と謝罪、違法疑いも時効を迎えていることから問題は完了している。この百条委員会は申請クラブ、市議会公明党らにより提案され、我々は不本意ながらも調査に加わり、 1>, 1年8か月にわたり調査、議論してきた。目的は、全員協議会で市長が謝罪した事項以外に不正や不当があったのかということである。結論として、市長が議員全員協議会で説明と謝罪をしたこと以外に、私たちは何一つ見つけることができなかったというのが結論である。むしろ、証人尋問や物証の調査などを通して分かったことは、 100万円を市長に寄付した支援者が、令和2年6月22日の講演会長市長の後援会長に出した手紙には、政治献金として講演会に入れるのか、個人のものとしていいのかが問われたので、私の名前,を出ない名前も、ね、出ないように、個人で自由に使ってくれてもいいと返事をしたのでした。以上、手紙より抜粋。とあることから、令和2年の段階では、 100万円は自分の名前を伏せて自由に使ってくれてもいいとしていながら尋問の際には選挙資金に充てたものということに表ょ変したことが、部首長である手紙と支援者の証言によって明らかになったということである。当初の市長宛ての寄付については、詩人への寄付として法規制の対象外と捉えることもできることも新たに分かった。 公職の候補者については、政治団体に対してされる寄付と異なり、その受けた寄付をすべて規制の対象とするのではなく、その政治活動、選挙運動を含むに関してされるもののみが規制の対象となります。これは、公職の候補者においては、公職の候補者としての側面と、詩人としての側面を合わせて有していますが、 死人としての経済活動や家計についてまで規制の対象とすることは、プライバシー保護などの面において適当ではないからです。以上、政治資金制度研究会、実務と研修のためのわかりやすい政治資金規制法より抜粋。佐藤委員長の采配による委員会では、手紙による物証による事実の認定について、物証である手紙の内容を採用せず、多数決で異なる言動を事実認定した。 これは全く不当である。五十嵐隆義、厚生大学名誉教授、法学者は、物証である手紙の扱いがひどいと意見されている。また、委員会の中で法的助言者から、文言整理裏付けの慎重調査を求められたが、委員長は強引にその提案を排除した。法的助言者からは、8月25日の委員長欠席時の委員会で、この手紙が支援者が自分で書いたっていうことを争っていない。 自分で書きましたっていうものであれば、この手紙に書いたことは実際会話があったというふうに認定、判断するっていうのが自然なのかなとは思います。基本は手紙があって、その手紙が支援者自分で書いている手紙だから、その支援者がこういう会話を主張との間でしたっていうことは、基本的に認定するものなのかなと個人的に思います。と発言している。 私は9月21日の委員会で委員長にそれを紹介し、姿勢を正したが、委員長はその意見を排除した。このように、事実認定を多数決でよしとする姿勢は、事実認定そのものの本意を全く理解しておらず、不当で言語道断である。年間約100万円で契約している法的助言者の見解、ご提言を全く理解しようともせず、 平気で排除することは論外である。100万円を無にする行為とも言える。また、支援者の市長への手紙には、今年の前半までに八チと斎藤幸吉道を文化会館の平場に建設することができたら、八チ恩返しの物語はここに完結して、日本全国に心温まるニュースとして配信され、鶴岡市は注目の的となり、観光客は急増することでしょう。加えてそうすれば 市長選には立候補者もなくなり、再選されるに違いありませんと提言してきましたが、残念ながら返事もなく、やり場のない憤満を抱え続けてきました。全く誠意が感じられず、私の人生でこれほどの屈辱を感じさせられることはありませんでしたので、最後の決断です。何月までには実現するという確約をもらえないのであれば、私が支援者になることはできません。It's now or never。今やらなければ後はない。 これが許された最後の機会であることをどうぞ忘れなく、以上手紙より抜粋と記載している。この物証により、100万円を渡した支援者は、通常の政策提言を超えた脅しとも捉えられる強い要求を行っていたことが分かった。これにより、金銭十字を伴って政策が歪められていることを避けたいという思いから、100万円を返却したという主張の言動は理解できた。 委員長はこの重要な事実関係を結論から排除して削除しており、全く不当である。さらに結論の不当は、違法の疑いについてである。公職選挙法186条、185条、第199条の2の疑いの記述が結論にあるが、どの条文にも反論がある。合意の結果とするなら削除すべきであり。 一方的に6対5の多数派の意見のみを結論に採用することは極めて不当である。この1年8か月の調査の中で、唯一の新たな真相の重要な物証となる、寄付者の手紙の内容の記述をマスキング、黒塗りにすることが突如委員長から示されたが、これは調査内容について知る権利を持つ市民と分かち合うべき真実を隠蔽することになり、 これまで真実を追求してきた1年8か月と投入してきた税を無駄にする重大な問題行為である。また結論の中で、訂正が認められており、弁護士も交えて市長が修正した収支報告書でさえも、論拠を示さず不当と結論していることをはじめ、報告義務のない追悼簿案件で185条違反などと、 違法の疑いをかけることは全く不当なものである。多数の論理で真実をねじ曲げ、一方的な違法の疑いを採用し、多数派によって都合の悪いことは隠蔽する、それこそ市長への名誉毀損、税を支払っている市民への背任行為である。市民の方からは、この100万円の寄付者と市長の私費の問題は、謝罪して完了した問題であり、 清掃の具として、市長への中傷を喚起するために、膨大な時間を費やし、市政の停滞をきたし、本来やるべき政策進行を阻害している、こんな百条委員会なんてとても恥ずかしいという声を数多くいただいている。これまで委員である笠島伸一議員はあ、私ですが、委員会において佐藤委員長に誤解不信任案を提出したが、 毎回6対5の多数派で不信任を回避さ,せされていることをいいことに、不信任理由を全く踏まえようとせず、姿勢を変えない強硬姿勢、学ぼうとしない姿勢は全く不当である。佐藤委員長は、5名の少数派の意見をことごとく排除するのみならず、公費で招聘した法的助言者の助言を排除した、そして百条委員会の提案者である申請クラブ、 市議会公明党の6名の多数派のストーリー通りに結論することを強行した。事実認定や調査を踏まえた結論は少数意見にも配慮し合意に基づくものでならなければならない。それに反し、清掃の具として1年8ヶ月もの調査してきた委員会を利用した佐藤委員長の姿勢と今般の結論に対して極めて重大な不当性を訴え、 断固反対を表明する。以上であります、えー。このことをまず皆さんにお伝えしたくて、えー、今日は YouTube に登場いたしました。えー、また、さまざまなご意見、えー、質問などをお受けできたらと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。以上、草島新一でありました。またどうぞよろしくお願いします。それでは。